ルーティン動画です。11月の30日の水曜日、時刻の方は16時5分を回りました。まあ、なかなか混んでんねん、ガソリンスタンドね。今日ちょっとね、暑い、気温が高めですね。お、なんか人の出もね、まあ、16時回ったとこなのにね、なかなかの人の出だと思います。タラートバンビエン、タラートレーンですね。今日はね、驚くほどネタがないです。一応ニュース、ニュースサイトもね、あのいろいろ、あちゃかちゃあさってみたんですけども、特別ね目につくような、あとね、ロシア軍とね、ラオス軍がね、合同軍事訓練、対テロ対策のね、軍事訓練をね行ったっていうのが上がってましたね。それぐらいかな、目についたのは。あとあれか、クラトムかな。最近ね、タイでは合法化されたとかっていうね、情報が、ニュースが上がったんですけども、クラトムっていうね、植物、葉っぱなんですけどね、木の葉っぱみたいなのをね、煮出すと、お茶ができて、それを飲むとね、なんて言うんだろう、効果としてね、覚醒作用とね、あと落ち着かせる作用と両方あるみたいなことが入ったんですけど、どうなんですかね。別のね、資料を読んだらね、リラクゼーションが、効果が得られるみたいなね、まあ、要はダウン系ってやつですかね。まあ、それを、栽培してるね、農家に、警察が入ってね、伐採したっていうニュースが出てましたね。まあまあね、昨日の夜ね、ラオ人の、知り合いと、なんかね、ラオ人の知り合いがね、飯食いに行くのにね、付き合わされる羽目になりまして、まあまあ、ね、飯食いながらね、そこの、娘さんがね、そのクラトム飲んでたんでね、何回か見てたんで、お前、クラトム飲んでると、お前、警察捕まっちゃうぞみたいなことをね、話したんで、まあまあね、タイムリーなニュースだなと思いながら、一応ね、タイではね、合法化されたらしいんですけどね、ラオスではまだ違法なんでね、旅行中にね、このお茶飲むとね、リラックスできるよなんてね、勧められて、うっかりね、それ飲んでるの見つかっちゃったりするとね、捕まる可能性があるんでね、お気をつけくださいね。ね、罪の意識もなくね、違法行為を、まあね、まあ順法精神がないっていうのがね、ラオス人にはね。よくね、旅行者なんかがね言う、タイはマイペンライ、ラオスはボーペニャンだからね、まあ意味的にはね、大丈夫、問題ないみたいなね、そういった意味なんですけども、その、ラオ人のね、ボーペニャン精神がね、まあまあそういった違法薬物のね蔓延を助長してるんじゃないですかね。
あ、日本人も結構好きですけどね、旅行者ね、煙を立てるためにね、あのこの国に来てる旅行者も結構いてね、まあ無駄に長く言うとね、あの捕まった話なんかをねよく聞きました、最近はもうねあんまりあの旅行者と接触することがないんであれなんですけど、まあまあ一定数はね捕まってんじゃないですかね。なんか過去にね捕まったあの旅行者、まあその警察にねいくら払えって言われて、その言われた金額払うのがね惜しくってね、iPod だっけ、なんか音楽を、音楽再生専用のあのガジェットがあるじゃないですか、あれをねあの差し出して、これプラスなんか100ドルだか200ドルで勘弁してくれみたいなね、そんな旅行者もいましたね。買ったばっかりだったんじゃないのなんて言ったら、いや大丈夫です、あの旅行保険で取り返すんでなんて言ってね、ひでえなって思った覚えがありますね。はい、まあ、あのそういったね、捕まった人話なんていうのはね、ことかないねネタの方向なんで、あの興味のある方はね、あの万年にいらっしゃった際に、まあまあ僕は飲んでるところを見つけてあの声をかけてみてください。おおいう感じで焼けてましたね。お、今充電中ですね。 EV、 あ、中国の EV ですね。天気いいね。さて今日はどこで何本飲もう。